これを見てください。かなりの勢いでダムの水が溢れ出していることがわかります。撮影者の身の安全を心配してしまうくらい至近距離での撮影です。じゃあバーベ、アジア新聞チャンネルの矢田美容でございます。今日はウズベキスタンのニュースなのですが、またあの国と関係のある出来事でしたので動画にしてみました。まずは台湾国営通信中央社のニュースを和訳いたしました。タイトル、ダム崩壊、10万人弱が避難、ウズベキスタン。ウズベキスタン東部にあるダムが1日決壊する事故が発生し、田畑や1000人以上の民家に大きな被害をもたらした。ウズベキスタンとカザフスタン当局は合計で10万人弱に対して避難命令を出した。 AFP 通信ラジオフリーヨーロッパの報道によると、ウズベキスタン東部のサルダバダムが1日未明に決壊する事故が発生し、政府は7万人に対して退避命令を出した。この決壊により洪水が発生し、50人以上が怪我をし病院で治療を受けている。カザフスタンのトカエフ大統領は2日ツイッターで、ウズベキスタン国境に隣接するカザフスタンの10の村に対して深刻な洪水被害を受けるため、カザフスタン当局が避難命令を出したとツイートした。ウズベキスタン当局も2日未明、政府の過失と建設過程に問題がないか刑事調査を行うと発表した。サルダバダムは2010年、当時首相であり現在ウズベキスタン大統領であるシャブカト・ミルジヤエフ氏が建設を開始し、2017年に完成した。はい、記事は以上となります。さて、ダムが完成してからわずか3年で決壊してしまうダム、どこの国が作ったでしょうか。直近でダムが決壊したところといえば、ラオスのセピエン・セノムノイダムの補助ダムが決壊し、死者42名、行方不明者少なくとも1100名が出たという大惨事がありましたよね。あのダムは某半島南部の SK 建設だとされていますが、今回のウズベキスタンのダム決壊は台湾メディアによると半島ではなく中共が建設したものと言われております。ウズベキスタンでは一帯一路で中共とべったりくっついている国家であり、また歴史的に見ても古代シルクロードの重要拠点に位置する国家であります。そのウズベキスタンで中共によって建設されたダムが運用後わずか3年で決壊してしまうという出来事でございました。先ほどもニュース記事でお伝えしたように、この決壊により7万人が避難しなければならない状態に陥り、10個の村が水没すると言われております。別の台湾メディアでは20余りの村が水没するとも言っておりました。ちょっと情報が錯綜しているようですが、日本では全くと言っていいほど報道されていませんね。これを見てください。いや、かなりの勢いでダムの水が溢れ出していることがわかります。撮影者の身の安全を心配してしまうくらい至近距離での撮影です。
さて、中国が建設したこの欠陥工事ですが、2010年に着工し、予定では2022年完成する予定だったのですが、なぜかわかりませんが、完成予定よりも5年も早い2017年に完成しました。おそらく日本人の感覚からしたら、これほどの大事業にもかかわらず、12年かかる計画が約半分の時間で済むとなったら、逆に不安になると思いますよね。さすがチャイナクオリティ。やはり運用開始からたった3年で決壊ということになりましたね。おそらくウズベキスタン人の払った税金でこれらが建設されたのだと思いますが、彼らに関わるとひどい目に遭うという典型的な例でございますよね。さて、決壊した原因はというと、決壊する前まで連日大雨が続いており、その雨量に耐えられなかったと伝えられております。またこれに巻き込まれたのは、お隣の国カザフスタン、サルダバダムの下流に位置する村に住んでいる住民3万人に対しても避難命令を出しております。つまりウズベキスタンとカザフスタン合わせて10万人が避難しなければならない状態に陥ったということになります。今は世界的にが流行して大変な時期でございます。チャイナクオリティで建設されたダムが決壊し、大きな被害を出したという点で、少なくとも中共に脅威を感じているカザフスタンでは、反中の機運が高まっているのかもしれませんね。一方、ウズベキスタン側は中共とズブズブの関係だとのことですので、推測で申し訳ないのですが、もしかしたらこの決壊と中共との関連性を国民に知らせていないかもしれません。もう一つダム建設で痛い目に遭った国が南米エクアドルです。彼らも一帯一路に協力的な国で、エクアドル国内に7つのダムを建設するのに中共に依頼してしまいました。そしてそのうちの一つのダム、コカコドシンクレアダムは、建設前には多くの地質学者が活火山の近くに建設することは大きな問題があると警告していたにもかかわらず、その警告を無視して建てられたため2016年に完成したのですが、2018年の調査ではすでに7648箇所のひびが見つかっているということでございます。ちなみにこのダムや高速道路、灌漑工事、学校建設、その他6つのダムを建設するのに190億ドル、約1兆9000億円もの大金を借りて作られました。さすがにエクアドル国民はこれに怒り、当時この建設プロジェクトに関わったほとんどの官僚が拘禁または有罪判決を受けておりますが、借りた金は返さなければなりません。これだけの巨額の借金をエクアドルはどう返済するのかという点ですが、中共はしたたかですよね。エクアドルには石油があり、それを市場価格の 80% オフで中共が買い取るという形にして、中共はその手に入れた石油を市場流通価格で他国に売って外貨を稼いでいるようです。いずれにしても中共はエクアドルという国家そのものを実質乗っ取ったと言われております。この影響でエクアドルは現在危機的な経済難に陥っているということです。やはり中共とは距離を置くのがこれからの国際社会の流れになるのかもしれませんね。私は中共情報が毎日大量に入ってきており、中共の極悪ぶりを十分に知っているため、距離を置くというよりも関係を断ち切ってしまえというくらいかなり極端な考え方ですので、なかなか一般の人には受け入れてもらえないと思いますが、日本も中共と距離を置くべきだと考えております。お隣同士よしみなんだからなんて考えは捨てた方が良いと思っております。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。